アルナウトダニエルアルナウトダニエルアーノダニエル活動時期1180年頃 -1200 年頃は中世フランス南部の金融詩人トルバドゥールの一人オック語による応印の技巧を凝らした詩で知られるアルナウトの生涯についてはほんのわずかであるがビダスビーダスで触れられている現存する18編の詩はいずれも難解な隠密手法で書かれている 彼の創始になるセスティーナは、詩人に超絶技巧を要求し、必然的に彼を、言葉の交渉をらしめている。セスティーナと呼ばれる六行六連詞を作ったことでも、知られ、また、イタリア北部の精神体派の詩に影響を与えた、ことを、ダンテは、新曲の中で示唆している。ロファームベレイチャ、エルコルゲム、イントラ、我が心に忍び込む、この切なる恋の思いを、 ソルスイクイサイロソブラファン、我がチシりことは悲しみのみ、など、十九の感想が残されている。彼のセスティーナの一部を以下に紹介する。私の心に忍びいる、この強固な愛を悪口でその魂を呪う残人の、くちばしも爪も引き裂くことはできない。私はそれを、枝や仕事で、あえて調着せずせめて密かにおじの犬間に、庭で部屋で楽しみを味わおう。 悲しいことに誰一人忍び入ることもできず誰もが兄やおじよりも厳しく見張っているあの部屋のことを思うと私は全身詰めの先まで仕事を前にした子供のように震えをの抜き不安で私の魂は彼女をどうすることもできない彼女が魂ではなく肉体を持ちひそかに私をその部屋に入れてくれたら彼女の僕たる私は主人の部屋へ入れないそのことが 仕事の一代より私の心を傷つける。彼女に対し私は、肉と爪とになりおじや友の懲罰向きに止めなく、なるのだが、おじの妹をさえ私はこの魂にかけて、これほどまでに愛しはしなかった。彼女さえ良しとするなら、彼女の部屋の近くにいたい爪に対する指ほどにも近く。私の心に忍びいる。この愛は、しなやかな仕事よりも、よく意のままに、私を従える。 彼らの仕事が、花咲き多いおじが、アダムより出て以来私の心に忍びいる。この愛ほどに、誠の愛は思うに未だどんな身にも魂にも宿りは、しなかった。広場の外部屋の中彼女がどこにいるとしても、私の心は、爪の届く限り彼女から、離れはしない。私の心は、仕事の棒に皮がついているように彼女に付着し爪を立てている。 彼女は、私の喜びの塔、王宮、部屋、私は、兄も父もおじもそれほどには愛していない。私の魂は、天国で二重の喜びを得るだろう良き愛のため人は、天国に入るとするならば。あるのをここに爪とおじとの歌を送るその仕事で、彼の魂を支配する人の許可を得てその部屋に、忍び入りに値するデジラトに。ウィキメディアコモンズには、 アルナウトダニエルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。